マーコールは、牛かや義族に分類される、偶定類。ペルシャ語で、まあまあコール、こうという意味を持つ。野生のヤギの王様という意味を持つともあるが、間違いである。アフガニスタン、イラン東部、インド北西部、ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、パキスタンカシミール西部、ヒンズークシ山脈。カシミール東部。パキスタン中西部アフガニスタン。 パキスタン体長130から1 8 0ートル。尾長8から1 4トル。肩高65から1 0 5トル。体重オス80から1 1 0ラム。メス32から5 0ラム。前肢の手首から先の前面、後肢のかかとから先の前面は暗色の体毛で覆われる。アルファベットの V 字上の角がある。 角長を押す75から1 6 0ンチメートルズ2 5トル角の表面には、量がある。下記は短い体毛で覆われ、毛位は赤葛色。陶器は長い体毛で覆われ、毛位は肺褐色。角は螺旋状で2回ねじれ。角の先端の間の長さと角の直線距離よりも短い。角は螺旋状で1回半ねじれ。 角の先端の間の長さは、角の直線距離よりも長い。角は、直線的で角の周囲を量が3周する。角はほぼ直線的で角の周囲を量が2周する。アッシュ・チアルタンマーコールは、パサントの主観雑種とする説もある。標高700から4000メートルにある森林の間に、ある岩場や草原などに生息する。陶器になると、標高の低い場所へ移動する。 メスと幼獣から群れを形成し生活し、群れは夏季4から5頭、冬季20から30頭に達する。植生は植物食で木の枝や葉、層などを食べる。春季から夏季は草を、晩夏から秋季は木の枝や葉を食べる。繁殖形態は体性。繁殖期にはオス同士で失踪して核を打ち付け合い争う。冬季に交尾を行い。 妊娠期間は135から170日。4から6月に1回に1から2頭の幼獣を産む。生後2年半で生成熟する。食用とされたり、角が薬用になると信じられている。放牧による生息地の破壊、核目的の乱獲、家畜との競合などにより生息数は減少している。紛争による生息数の減少も懸念されている。 1980年代におけるウズベキスタンでの生息数は180頭、タジキスタンでの生息数は500頭、トルクメニスタンでの生息数は20頭と推定されている。日本では秋田市大森山動物園や友光山公園子ども動物園などがマーコールを飼育している。ありがとうございます。